皆さんこんにちは。あなたのハートを狙い撃ち、ドッキュンドッキュンコモニャンです。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ということでコマニャンさん、本日何やっていくんですかって話なんですけども、まあ、ちょっとお腹空いたんでご飯作ろうかなっていうだけの動画です。なんか吹奏楽以外のことをやって需要あるんですかって話なんですけども、みんなの需要のためだけに生きてないんで私って。はい、一人暮らししたら絶対にやりたいと思ってたので、料理の動画やっていきたいなって。ついに私の夢が叶う時が来たって感じです。そんな大して料理しないんですけど。ということで始めていきたいと思います。コバニャンの3分クッキングスタート。焼きそば作ります。これで、ね、私いいお嫁さんになれるかも。使っていくのはこちらです。見てください、この半額という文字、興奮しちゃいますよね。私あの近所のスーパーで半額のものっていうか割引したものしかもう買わないんですよ。だから私絶対スーパーの店員さんに、あ、半額のピンクデブ来た、半額のピンクデブ来ましたって絶対あだ名つけられてると思う。でもさ、半額って楽しいじゃん。美味しいものの半分の値段で食べれる。当たり前体操。台が低すぎてやりづらいみたいなとこあるんですけど、手元だけ見てください。手は洗ってるんで安心してくださいね。水を 45ml 入れます。 45ml どれぐらいですか。うわー、暴れてる。みんなさ、推しの子見てる？全然見てなかったし興味もなかったのね。なんだけど電車乗ってる時最近暇だなと思って Amazon プライム入ってるんですよ。まあ、たまには流行りにちょっとついていった方がいいかなと思って見始めたの、推しの子ね。魔女もろい、あれ全人類見た方がいい。こういう活動してる私からしてもすごく勉強になるというか、社会風刺描かれてる作品だなと思うし、それに負けないで、あいつで、あいつ。あとドラマは最近、あなたがしてくれなくてもっていう、なんかちょっと不倫系のセックスレスみたいな感じのドラマと、夫婦が壊れる時っていうなんか不倫系のドラマ見てます。マジで面白いんで見てください。麺がほぐれてきた。ソース入れちゃうよ。ドバドバしちゃうね。ああ、入ってる入ってる。いっぱい入ってるよ。私意外と言えるね、料理っていうか、まあ、めっちゃ簡単なものなんだけどいつもしてるんだよね。なんだかわかる？外で食べると高いから、それだけだよ。具とかないんでよろしくお願いします。麺と汁だけで作る焼きそばです。具はございません。あ、美味しそう。香ばしい匂いしてるよ。これだけじゃ絶対足りないよね。あ、もうこれもう食べれんじゃん。これ味見だよ。つまみ食いじゃないからね。味見だよ。悪くない。完成でいいんじゃない。完成しました。焼きそば、はい、それではいただきます。こんな感じです。熱っ。コマニアさん、フライパンのまま食べるんですかって思ってますよね。はい、洗い物増えるんでフライパンのまま食べます。ドリアも熱々、まるで私の情熱のよう。はく、ごめんなさい、暑いでした。冷まします。うん、前作った時より美味しい。みんなさ、だいたいさ、部活に慣れてきた頃でさ、続けること辞める子が別れてきた時期だよね。この時期マジでめっちゃみんな辞めたの。中1の時特に UFO の子いなくなりすぎて、私マジ2日間だけ UFO だったのね。なんかマーチングだったからさ、コンテに穴が開いてたから、さすがに埋めないとってなって、私打楽器下手すぎて2日間だけ飛ばされました。で、何回かこの話してるんだけどね、私さ、もともと希望楽器がパーカッションだったのね。そのままパーカッションで入れたからさ、すごくいいけどさ、やっぱり希望楽器から落ちた人は本当にね、辛いよね。やりたくないことをやらされるわけじゃん。でもね、私から一つ言わせてほしい。もう希望楽器になってない人っていると思うの。やっぱりトランペットやりたかったけどチューバーになっちゃったと結構いると思うんだけど、最終的にやっぱ自分がやってる楽器に愛着が湧いてくるの。本当それを信じてほしいなと思う。憧れは消えないかもしれないけど、自分のやってる楽器の愛着は増え続けると思うから、そこを信じてやってみてほしいなと思うんだよね。やってくうちにいろいろ変わってくよね、気持ちが。私だってドラムやりたくて入ったのにドラム全然やってないしね。やりたくない楽器になっちゃった人とかも、一回その場所で頑張ってみるのも悪くないかなっていうか、
食わず嫌いってよくないよねって。私長ネギの煮込んだやつめっちゃ嫌いなんだけど、長ネギってさめっちゃ美味しそうじゃん、でもめっちゃまずいの私からしたら。だから食べてみないと分かんないの。逆にキノコとかってさ見た目ちょっとって感じだけど食べてみたら結構美味しいみたいな感じだった私は。だから人それぞれ違うと思う。フルートや見た目は良くてやってみたけど全然自分に合わないなって思ったりとかするかもしれないし、チューブあんま好きじゃなかったけど自分意外とこういう向いてるかもみたいなあるから、マジやってみないと分かんないからさ一回続けてみって、私からのアドバイスね。これは超強豪吹奏楽部出身の吹奏楽の先輩としてのアドバイス。まあ自分の直感を信じることも大事だからね。まあケースバイケースとか何とも言えないけど、てか照明暗すぎ、いい加減にして。今日はこれにします。いつも配信とかではバニラモナカジャンボっていうの食べてるんですよ。もう高確率でするんですけど今日もちょっとこれ安いやつ、バニラモナカジャンボってガチでうまくて、チョコモナカジャンボってさモナカ板チョコバニラアイスみたいな感じじゃん。違うの、バニラモナカジャンボはモナカホワイトチョコバニラって感じなの。だからもうほんとバニラ好きのためのご飯、ご飯じゃないデザート。大きい、こんな大きいのお口に入らないよ。棒アイスをこういう食べ方して TikTok ライブバンされたことあります。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。楽器も食べ物も食わず嫌いは良くないよねっていう話でした。希望の楽器になれなかったけれども落ち込んでるっていう人がいたら一回その楽器をやってみていいとこ探してみて、それでも嫌だったらやめてもいいかなと思うのね。なれなかったからやめようっていうのはちょっともったいないかなって思うので、ということで私今後ね、この前にデート企画とか動画が出てると思うんですけど、吹奏楽ちょっと離れた動画とかも今後やっていきたいなと思ってるので、まあ吹奏楽を楽しみにしてくださってる皆さんには本当に申し訳ないんですけれども、よかったらそういう動画も見ていただけたら嬉しいなと思います。ごめんなさいね、よろしくお願いいたします。それでは、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、お褒めのコメントお待ちしております。リクエストもぜひぜひコメント欄よろしくお願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。